どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は、マシンナーズフォートレスがミニボックスで実装されたんですが、いろいろマシンナーズフォートレスを使ってデッキを作ってきました。ただね、一番多分ね、このデッキ一番強いわ。どういうデッキかっていうと、ヘビースターターで、なんか前もなんかこんなようなデッキやった気がしますけど、ヘビースターターでこの上級モンスターたちね、この上級モンスターたちを手札に、2枚とかを抱えやすくするっていう、そういうデッキなんですけども、ヘビースターターでちなみに3種類にして、3枚同じカード他1枚にすると 85% でその3枚積んでいるカードが来るよっていう、そういうスキルになってるんですね。だからこのデッキは4枚一応4種類入ってるんで、どうだろうな、70% とか、ぐらいかなと思うんですけど、フォートレスが来るんですよ。でフォートレスってめっちゃ強いんですよね。これめっちゃ強いんですよ。手札からレベルの合計が8以上になるように機械族モンスターを墓地に送ると特殊召喚できますよっていうことで、自分も墓地に送れるんで、例えばフォートレス手札がね、フォートレスリアクターとかだった場合、まずフォートレスの効果でフォートレスとフォートレスを捨てて自身を特殊召喚と、で墓地のフォートレスの効果でもう1回手札からリアクター捨てて特殊召喚とすると2500がいきなり2体並ぶっていう。でしかもこいつ破壊されると戦闘で、相手のカードを1枚破壊するっていうと思ってるし、モンスターの対象に取られるとハンデスプラスピーピングするっていうとこ持ってるんで、こいつねめっちゃ強いんですよ。そもそもこのピーピング効果が強い、相手の手札を確認するっていう効果が、やっぱ情報アドバンテージっていう、皆さん遊戯王界の最強のアドバンテージの稼ぎ方、情報アドっていうのはあるじゃないですか。これ稼げるんですよ、めっちゃ強いです。で結局墓地にめっちゃ落とすんですよ、要は機械族を。だったら蘇生しちゃえばいいんですよ。機械族蘇生しちゃえば強いモンスターめっちゃいるんで、こういうモンスターが。これを一族の結集と、深すぎた墓穴、これをガン詰めして捨てて墓地送ったモンスターを全部蘇生するっていう。弱点、原生復帰の制約コズミックぶち込んでワイトにされるとマジで戦略破綻するんですよ。だからそれだけマジで警戒だね。他のデッキにある程度戦えるかな、結構強いと思いますね。なんか使ってて最近なんかいろいろデッキあるけど、なんか一番今のところ楽しいわこのデッキと僕は思っていて、で他のカードはマシンナーズギアフレームね、これマシンナーズを召喚成功時にサーチできるのとユニオンなんで、機械族にサーチして戦闘効果で破壊される場合に代わりに破壊するよっていう、効果になるんですよ。だからこれを例えばなんかアンティークギアにつけたりとか、デスペラードにつけたりとかすると勝てっていうのもあるし、やっぱ単純にフォートレスを持ってきたり、フォートレスのコストになるこのメガフォームを持ってきたりできるんで、強いですね。非常に非常に優秀このモンスターは。で蘇生札として リボーンとワイバーンも入ってると。で邪魔になったワイバーンとかこのギアフレームがいたとしたら、ドキュー部隊で殺すっていう。ドキュー部隊やっぱね、こ強い、このカードは強いです。なんかそのモンスターの種類を選ばない突撃試練みたいな感じなんで、底なしされたモンスターとかも処理できるし、追撃もうあと1回なんか殴ったら勝てるっていう時に、なんかそのもう殴り終わったモンスタードキュン部隊でどかしてもう1回殴るとかもうできるから、めっちゃ強いんですわ。というわけで早速ね、機械族の、決起集会をねご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、お髪型がアナルビーズマンさんじゃないですか。久しぶりですね。アンティークやリアクタードラゴンを捨てて、マシンナーズフォートレスを特殊召喚。カードを、結構そこそこってくるんですよ、むしろ。やっぱね、この大型を捨てて、恐竜の DNA、珍しいスキル使ってますね。このね、大型を捨てて、墓地送っといて、墓地から蘇生するっていうギミック入れとけば、なんかめちゃくちゃ出るんですよ。アロマか、OKOK、なるほどね。回復、なんかもうスキルで回復するのにチェーンできないけどね、効果は。アルマガーデン OK。守備表示にすんのがそいつだと俺ハンデするけどいい？ハンデするよ俺。大丈夫？知らなかったんじゃねこれ。カワキの風とかめんどくせえカード入ってんじゃん。いやさせんだけどね。つえー、
ハンデス強え、ピーピングハンデス強すぎ。ローズマリーはええわ、ローズマリーはどうでもいいわ。ローズマリーとかいうモンスターどうでもいい。よみがえるアンティークギアリアクタードラゴン強え。そしてここでもう使っちゃっていいや、深すぎた墓穴の効果発動、マシンナーズフォートレスを特殊召喚。まあ、本当は今ドローフェイズまで待った方がいいです、基本的には。でマシンナーズギアフレームを召喚、マシンナーズギアフレームの効果発動ね、ほらね、ほら言ったでしょ。だから今のでこの8持ってきて、マシンナーズフォートレス沸かせばいいっていうね、プレミしたけど、いっけーリアクタードガン。そしてアロマガーデンの効果は発動させてるかバカ誰が、発動させてるかバカ誰が、おらやっぱこのデッキ結構強いんだけど、結構強い、ただ深すぎた墓穴ドローフェイスでいった方がいい。さあお相手の方石津イシュタール選手、よろしくお願いします。リオル3倍、あーまあモンスターだけでもまあ悪くはないね。これ結局マシンナーズフォートレス2体出るんですよ、このハンドだから、なんだかんだ悪くはない。はいはい、宮塚さ知らぬいパターンね、知らぬいも結構ね今いなくなりましたよね、だいぶね強い知らぬいできたからさ、またちょっと今度動画にするわ。でこれは、フォートレス2体してって、でフォートレス特集で、フォートレス効果でこれアドバンスしなくした方がいいのかな。まあでも別にいいか、宮塚さ使わせちゃってもいいか、こっちじゃない、宮塚さ使わせちゃってもいいかな。まあ宮塚さん墓地落ちてるのめんどくさいんで、ちょっと先に使わせましょうか、効果を。うん、そうね。でバトルして、でフォートレスでぶん殴っていく。でまあこれはまあ使う、はい、ゴズキ効果で宮塚さ除外してモンスターを特殊召喚していく。はいはい。で宮塚さ効果で表側表示モンスターはあるとするが、それ対象取られてるんでフォートレスで反撃する。あーなるほどね、これは必須ね、これ必須、普通に強くないこの動き。やっぱさ、この反撃できるのももちろん強いけど、ピーピングできるってかなり強くて、相手の動きが分かるんですよ。もう今ハンドがなんだっけ、タスケルトンともう一枚なんかあるんですよね。なんかここまで情報アドバンテージがあると、はいはい、ってことはもう手札がもうあれは助けるとんです、あれは助けるとんで、レベル4と4で8シンクロは一応できるけど、ただ多分8シンクロってそんな方入ってないんじゃないかな。8シンクロ入ってんのかな、入ってないと思うんだよね8シンクロって、あいつしかね、エクサガミしか、でエクサガミはアンデッド縛りあるから確かなら出ないんですよこれでは。アサシンが相性いいようで良くないっていうモンスターなんですよねこれ。タシロか、まあいいよ、全然いいよ。で防御札は落ちていない、防御札落ちていない、なるほど防御札落ちていない。まあとりあえずフォートレスを沸かしていく、リアクター捨ててフォートレス沸かしていく、でカード落ちもセットしていく、バトルまずこいつぶん殴っていく、はい、で800下がって足りていく、ドキュン部隊発動、突撃ドキュン部隊対戦ありがとうございました。マシンナーズフォートレスゴリ押しマジで強い、このデッキ結構強いぞ、このデッキなんか結構強いんだけど、ちょっとワイバーン症候群になりがちっていうのあるけどね、ワイバーンを召喚してからあやべ伏せてねみたいなになっちゃうことは結構あるんですけど、なんかこれで結構強いんだけど、だってさこれでさまたさアンティックギアリアクタードラゴンがさスタンバイ蘇生してくると結構強くないこれ、シンプル強いんだけどこれで、フォートレスで自爆特攻してガラーキンしてからリアクターも出せるでしょうね。こんにちは、やべえこと起きた、やっべえこと起きた、え？嘘でしょ？いや確かにでもね、システムダウン最近ちょっと強くて、クリストロンとかにめっちゃ強いんですよ。クリストロンとかにめっちゃ強いけどさ、そんなカード飛んできます？そんな簡単に。確かにサイバーリューと相性がいいな。確かにだわ。いや確かにではあるが。確かにではあるが。え、そんなことある？
え、どんだけ不幸、どんだけ不幸、俺どんだけ不幸なんだよ。システムダウンって、てめえも機械族じゃねえか、おめえも機械族だろ、どう考えても。ふざけんね、さらちじゃねえかいこれ。はなんやこいつ、なんやこいつ、なんやこいつ、どういうことだよ。遊戯王って神ゲーだな。